あ、こういうのに飛びつきたいのが山々だけど、意見がわからないと。弱音はなしでいるから、状況次第。リージョンレース、ゴーストベースはもう、向いてますね、今回なんで。あれやもう。こいつムカつくからもう許さねえ。こいつを妨害しよう。ずーっと。こんなやつ許さない。弱音はなしでなんかつけてくるやつなんかまず許さねえからもう。もうこの動きだよ、もう。もうちょっとこれもう罰与える。こんなやつ。罰与える。罰与える。こいつを、俺は絶対許さない。こんなやつ。こいつの周りでリージョンに追ってきてもらおうと。こんなやつ絶対許さない。こんなやつまともじゃないから許さない。こんなやつもう。あんやろうだけは許さない。こいつだけはマジで許さない。こいつだけなんで空気読まねえんだろうな。傷跡が見えないからでしょ、こいつは。こんなやつは許さねえから。あんたも空気読めばいいのに。まあチーム状況として俺は負けてもいいから、こんなやつ。逆にこいつの俺は妨害を行うから。ロッカーとかに隠れてるんでしょ。ああ、そのね、この試合は別に勝つとか俺負けるとかどうでもいいから。あのドワイトだけ許さねえからね。ろくなもんじゃないでしょ、弱音はなしらつけてるやつ。あ、俺は抜けるつもりだけどドワイトだけ許さない。これ見えないでしょ。見えないって何事だって、ロッカー入ってるんですよ。発電機回さないんですよ、あいつは。かけらも。最悪ですよ。弱音はなしらつけて、こんなやつ勝たせたくねえから。救助も来ないでしょ。ああ、まあ、俺に救助は来なくてもいいですよ。俺はあいつ許さないだけだから。モレルは別に治療してあげますよ。かわいそうだし。治療してあげるよ。ただ、先にやったら知らない。俺は。あ、行っちゃった。どっかにいるんですよ。あいつは。あいつはどこかにいるんですよ。まあ、どうせチームが負けたらどっちみち勝てないから、どっちでもいいんですけど、僕は。あいつに、こいつに勝たせたくねえだけだから。こいつを早く判別しないといけないか、どこにいるか。ロッカーに隠れてるとんでもない奴だから。または地下の中にいる。とんでもない奴だからな。発電機回してないでしょ、こいつ。すっごい人間性がまずいプレイヤーだから。で、我々なしでも発電機回してる人はまともなのはいるんだわ。何つけてんだろうと思うけど、ドワイト見てみろ。かけらもやんねえだろ、こいつ。なら、こんな奴は許さねえっていう。まあ、漏れるの人もいなくなると思うから、発電機を回してるうちに。まあ、別に僕、ドワイトだけに勝たしたくねえだけだから、こんなやつに勝たしたくねえから。他の二人に悪いけど、こいつは無理。切ってすげえ逃げてるようなやつなんか無理。治療すらも知れない。こんなやつ無理。こんなやつは無理。関わるだけ時間の無駄。こんなやつのハッチリングすらも許さねえからもう。うん。
ちの方にいるのかな、どこにいるんだ。どっかの発電機を触る。そんなやつは、ハッチ逃げしそうだから腹立ってくるよね。あ、僕は勝ち負けどうでもいいんですよ。こいつのやつはもう絶対ダメなタイプだから、性格が。性格がとんでもなく悪いやつだから、もともとリージョンだったからやる気ないけど、こんなやつは勝たしたくねえと思って、リージョンに早くこいつ連れててのに言うこと聞いてくんねえから、リージョンが。ドワイトやってくれたら、俺もう無条件降伏してあげるから。ドワイトなんとかしてくれ、もう。振ってくれや、こいつが、このやつ。乗せからロッカー入ろう。こんな戦いは何が面白いの。キラーの人に出した方がいいよ。だから、ドワイトやってくれたら俺別に負けるつもりだったのに、こんな試合。こんな奴には負けらんねえんだわ。こんなもう、呼ばれはなしらつけて逃げ続けてる奴なんか。こんな悪質プレイヤーなんか許すわけにいかねえんだわ。よし、悪質プレイヤーが捕まったか。プレイヤー捕まった。はい、どうも、たらー。悪質プレイヤー釣られてくれれば私は幸せ。あ、こんなやつ勝たしたくねえからな。本当に気に悪いことするの。あ、俺はドワイト絶対助けねえから。あ、負けてもいいです。気楽にゲームしよう。トレルがいない今、もう何をやる意味もないから。トレルがいない、何やる。ドワイトなんか絶対助けません。助けません。そのやつは絶対助け、だからそれやってやんねえよ。ええー、っつってんのに言うの引かねえよな。こんな性格悪いやつなんか救わなくていいって。こんなんやんなくたって教えてあげるっつってんのに。ほんと、これも連発なんだよ。真似話らつけてるやつなんてもう絶対勝たしたくねえからもう。あ、捕まっていいっすよ。狂乱でわかるかもね。でもすっきり気楽にやろう。
無理じゃん、こんなの。ここに投げたらダメだ。無理。無理無理。絶対無理だろ、こんなの。これがヒロちゃん、スーパースター世界ワールドクラスのプレー、これがヒロちゃん、抵抗でも勝つ、正しきことを言ってる。今のために戦えないパークつけて逃げ続けてる奴を許さない。女神は微笑んだ。ヒロちゃんという正しいことをやってるプレイヤーを勝たしたいと。女神が惚れるプレイヤー、勝利の女神に惚れられる男。これがヒロちゃんの勝負運。これがヒロちゃん。悪質プレイヤーを成敗し、そして勝つ。ヒロちゃんいればリージョンも勝っちゃいますよ。まあリージョンは相手が悪かったね。ヒロちゃん相手にしちゃダメよ。ヒロちゃんどっちでも勝てるんだわ。で、候補でも普通の方法でもね。油断したね、勝てると。うん。あっちの位置を探ってましたよ。これがヒロちゃん。これヒロちゃん。これこそがヒロちゃん。やっぱりヒロちゃんのデッドパイは勝利が似合いますね。今日はね、セノパイトじゃなくてセノバイトですよっていう日だね。うん。名前を訂正しましょうでだね。セノバイト多いね。セノバイト。今まで私はセノパイトだと思ってましたよ。あ、これ別に過去の動画に載ってる通りなんで、別に、いえいえ、俺セノバイトって言ってましたとは言わないよ。